高橋新吉大正7年11月30日は、明治、大正期の英学者、官僚、実業家、政治家、死去に先立ち男爵に除せられて家族に列した。貴族院直選議員、近景官志向、別名、吉明。薩摩藩士、高橋七郎の次男として、薩摩国鹿児島郡鹿児島近在にした村に生まれる。七郎の弟は八郎、その子は、 村田新八であり、新吉のいとこにあたる。若くして長崎に留学し、南礼これの下で英学を学ぶ。留学費用を稼ぐために、前田健吉、正さな兄弟と共に、英和辞書編纂を計画。慶応2年に江戸の改正書から出された、英和大役集鎮辞書を提本として、辞書編纂を開始した。途中、藩の財政支援とキリスト教。 オランダ改革派宣教師のグイドフルベッキの助力によって明治元年に完成する。翌年、上海のミカ書院の印刷により、バヤクエ書の名で刊行された。この辞書は、薩摩辞書などと通称される。明治3年、アメリカへの留学を実現し、翌年に帰国。明治6年にバヤクエ令を肯定して、東京で再販している。明治7年、 明治政府に招かれて大倉省租税料に出資。以後長崎、神戸、大阪の各税官庁などを歴任した。ニューヨーク在勤領事を務めた後、農商務省に転じて初期官、商務局長を務めた。明治21年に九州鉄道所代社長に就任して実業会に転身し、明治30年12月23日には貴族院直選議員に任命される。 明治32年には、日本館業銀行総裁に就任した。このほか南満州鉄道株式会社や、東洋拓殖会社、韓国銀行の設立委員などを務めている。1911年3月14日、近景観志向を仰せつけられた。大正7年11月、76歳で没する直前に、長年の功績によって男爵が授けられている。 ありがとうございます。